初見ですが相談させてください。いいよ。トイ君は消えたいって思った時ありますか？消えたい時どうしたらいいですか？あ、なんか、俺はあんま消えたいって思ったことはないけん、あれなんやけど、その多分消えたいって思うってことは、多分誰かに嫌な思いをさせられたとか、嫌なことがあったわけやろ。ってことや、きっと。ってことはさ、いや俺さ、ほら普通に性格バリひん曲がっとうけんさ、お前がさ、こう望む通り消えるとさ、嬉しいやつが出てくるわけやろ。うざくないそれ。うざくね？あのさ、お前が消えたことにより、ちょっとでも嬉しいだろうな、喜ぶやろうなってやつがお前の頭に思い浮かぶんやったら消えんのやめろよ。普通に腹立たんか。なんでそんなやつのためにお前が情報してやらないかんねん。普通に良くない？やけん香水つければ自己肯定感がそれ。なんとこの度偶然ね、香水を出しまして、この香水をつけることにより自己肯定感が上がり、いや、いいや、別に。こんなはどうでもいいわ。だから、まあ、とりあえず、お前が消えたいと思った原因が分からんのやけど、普通に、ムカつかんか。その、お前が望み通り消えてやったらムカつくやん。その、腹立たんか。やけん、そいつを嫌な気持ちにさせるためだけに、消えてやるなよ。なんか、そいつを嫌な気持ちにさせたくない？なんか分かる？俺そういう時マジで絶対にこいつを嫌な気持ちにさせてやろうと思って、そう、そう、で普通にムカつくやろうけん、そう、お前だけは消えてやるなよっていう、そう、まああと何回な、そうやろ、あとお前が消えるとこの配信に来る視聴者の数字が1減る、まずい。よくないわ。お前一回でも俺の配信に遊びに来て、一回でもコメントした瞬間に、もうお前の中で、俺の中で、お前をもう一リスナーとしてカウントしたよ。したらどうする？俺が今後、その、応援状とかして、この配信に誰も来んくなった時に、おめえが来い。ふざけんな。絶対に来い。1減るのは、やばい。悲しすぎる。普通にダメ。1、絶対に減らしたくない。俺は、来るもの拒まず、去るもの走って追っかけるタイプやけん。お前が去ろうとするのは絶対に許さん。うわーって追っかけて、てめえもうちょっと俺、もうちょっと俺やって、そう。ってなるけん。俺、うぜえけん。お前が、その、しれっと相談だけして、消えていくのうぜえけん、俺。わかった。はい、今お前が消えたら、うぜえ、なんか、うぜえなって思うやつがここにおるけん。俺よ。うざいけん。地獄の果てまで追っかける。当たり前やろ。ふざけんな。何お前は、さらっと遊びに来てさらっと逃げていくね。許せんやろ。そんなね、そんな都合のいい、失敬しちゃうわ。うちのことまで都合のいい男を扱いするの？お前そういうとこあるよね。よくないよな。俺たち友達の、おう、マブ。お前が俺で俺がお前、よろしく。同説が1位だと、そうよ、コメント呼ばれ放題よ。それめちゃくちゃお前との対話になる。それはもう俺がコメントを読むんじゃない、対話なんよ。